Itu. チョコボン。私の番ですね。覚悟してください。いいよ。俺の番だな。 崩れた。もらっちゃう。私の番ね。行きます。よーし。行きます。えい。任せろや。ふん。行くと。ふん。この程度か。 程度か。 油断大敵ってな。よし。
僕の番だな。その双剣、飾りじゃなさそうだな。君こそ仕込み武器は伊達じゃないな。 色々あるんですけど、一つには技術者として成長したかったからですね。もう一つは大切な人たちの代わりに帝国っていう国を見てみたかったから。そしてもう一つ、ある友達との約束があるんです。 この子はすごくて、何でもできて。大切な家族を亡くしちゃったけど、新しい家族と 前を向いて歩いてるんです。実はその子も帝国に、特にクロスベルに行きたかったんですけど、
事情があって無理で、それでもめげずにリベールの学園に通ったり、ギルドを手伝ったり、王国での動力ネットの導入試験なんかにも積極的に協力して、私すごいなって思うだけで全然ついていけてませんでした。でもある時気づいたんです。その子はその子らしく自分ができることを精一杯やっているだけなんだって。亡くした家族、新しい家族にふさわしいよう、まっすぐ頑張り続けているだけなんだ。ちょうどその時、ジョルジュさんやオリビエさんからの連絡で知ったんです。帝国で、あのシュミット博士が顧問を務めるいろんな技術に触れられる学校ができるって。そして、帝国のギルドが大変なので、アガットさんともう一人の遊撃士の人が出張することが決まったとき、私も大切な人たちに相談したんです。自分の可能性を広げるため、帝国の学院と、いきなりの話で家族を含めたほとんどの人に反対されたんですけど、その子だけが賛成してくれて、他の人たちの説得に回ってくれて、でも代わりに言われたんです。ティータ、一つ約束をしましょうって。無事でいること、無理をしないこととかはみんなが言うだろうから言わないわ。今度再会した時はお互い一つだけ頑張った成果を見せ合いましょう。私の一番の親友です。
飾りじゃなさそうだな。ルートはそこを下った先だな。飛び降りてもいいが、受け身は取れよ。もう、分かってますって。
任せろや。さーて、くらえな。こいつはおまけだ。油断大敵ってな。そんじゃま、次行くか。
こそ捕獲したものか。あらくだ、なんだ、とっとと片付けんぞ。フォーガレ軍、どうします？私の番ですね。私の番ね。俺の番だな。行くわよ。そこ崩れた。続きます。すごいじゃない、ピーター。お役に立ててよかったです。
僕の番だな。打ちのめ。よし。いいぜ。ふん。チャンスだ。遅い。再腐食倉庫問題なし。いいデータが取れました。リータさん、生き生きしてますね。修羅場をくぐっているとは聞いていたが、納得だな。えい、充電完了です。それ、取れました。
行くぞ。そこだ。私の番ですね。ごめんなさい。崩れました。ここでユナちゃん。オッケー。よーし。俺の番だな。よっ。セット。トライカー。はっ。ふふん。どんなもんよ。崩れた。続きます。とどめ。
が最後の仕掛けだ。みんな終点へ向かってくれ。程度か各種ステータス成長誰、うん、宝箱か。
た区切りみてえだな。
強敵だ。気をつけろ。打ちのめすぞ。クレイジーハント。これで決める。バンド。
覚悟してもらうぞ。各キーが崩れました。一緒に私のおどめで逃がさない。よし、俺の番だ。
の皆さん、本当にありがとうございました。おかげでいいデータがたくさん取れました。いや、僕たちの方こそ得難い経験になったよ。改良が済んだらいずれちょいと乗らせろや。アッシュさんはサイズオーバーなのでは。あ、でもいずれ皆さんにもテストしてほしいですね。私だけの運用データだと今後の汎用性が偏りますし。ならその時は遠慮なく言ってくださいね。頑張って仕上げてね、ピーター。はい。Thank you.
年前の爆発事故の後、あやつが残したノートに記されていた。それが私に提出するつもりだった卒業作品であるのは明らかだった。ゆえに4年前、開演の依頼を受けた時、それを具体化する設計作業を引き受けたのだ。愚か者の弟子の遺作、せめて日の目を見せてやるためにもな。10年前の爆発事故の後、あやつが残したノートに記されていた。それが私に提出するつもりだった卒業作品であるのは明らかだった。ゆえに4年前、開演の依頼を受けた時、それを具体化する設計作業を引き受けたのだ。愚か者の弟子の遺作、せめて日の目を見せてやるためにもな。久しいな、リン。ハーシェル君も初めての者もいるから、改めて名乗らせてもらおう。帝国南東レグラムの領主ビクター・アルゼイドと申す者、カレイジャス号の艦長も務めている。お見知りおき願おうか。
弟子入りして14年、ようやく資格を得たと自負します。今日こそ帝国最高の剣に挑み超えさせていただく日、手合わせ願いたい。光の剣将ビクター・S・アルゼイド殿。受けて立とう、黄金の羅刹オーレリア・ルグイ。そなたがオーデンに至って10年、マテウス殿やゼクス殿の教えも受け、独自のアルゼイド流へと昇華したか。しこそアルゼイド流を極めし先の司教、鉄器隊副長を務めたカイスを超えたのは確かなようですね。我が弟子よ、よくぞその高みに至った。ええ、今の私はあなたよりも強い。あなたが本調子であればまた違ったやもしれませぬが、いや、結果は同じであっただろう。かの聖女と剣を交えた。それがそなたの剣をついに完成させた。だが虚しさにも気づいたようだな。ええ、何のために剣を振るうか、以前よりおっしゃられたことがようやく胸に落ちた境地です。ならばここからが新たな修行でありましょう。そうだな。
良き勝負を見せていただきました。この余韻、我が拙き剣で乱すのも忍びありませんが。何、またとない機会であろう。え、さすがは我が師。確かにその方がより大きなものを渡せましょう。市電にシュバルツァ、ラウラ城に西風の妖精よ。アルゼイド流が二剣士、剣将羅刹が相手をしよう。まさか。無理無理、ありえないから。本気みたいですね。ふん、あなたも含めこの先に生きると信じる。ラウラもフィーも、そしてリーン、そなたもな。釈閣下、そこまで言われると。確かにこの上なく貴重な機会、どうかよろしくお願いする。行きやよし。そなたらが武の司教に至れるか否か、いざ示してみるがよい。はっ。
手加減はせぬぞ。これも良き機会であろう。任せなさい。これはおまけよ。私の番だね。手加減はせぬぞ。行こっか。よっ、ありがとう。サンクス。あたしの番ね。任せるがよい。
アルゼーダが来たのか。やるな、やるな、やるな。まだまだ、やるな。ありがとう。私の番だね。構えろ。私の番だね。
みんな、まだまだこれから。ありがとう。今だ。甘いよ。やるな。許さぬ。まだまだこれから。ありがとう。よし、あたしの番ね。やるな。チャンス、ご探し。行くぞ。構えろ、俺の番だな。ありがとう。知ってるか。行こっか。はっ。そなたに感謝を。俺の番だな。やめな。今だ。うん、任せて。ありがとう。知ってるか。そこら。左。甘いよ。行くぞ。あ、崩れた。やるな。ほう。お返し。行こっか。
ええ。うん、任せて。大丈夫か？